調子はどうや？それを買うてくれるんか？毎度あり。またよろしく頼むで。お待たせ、アサミ。それじゃあ、どこへ行こうか。聖十郎、アサミ、やりたいことがある。そうなのか？どんなことか教えてくれないか。アサミ、サンタクロースになりたい。そうか、サンタクロースになるのか。って、サンタ？サンタといえば赤鼻のトナカイ。トナカイは当然用意してあるんだよな。トナカイは考えてなかった。アサミ、衝撃。じゃあまずはトナカイ狩りから始めるか。どこに行けばいるんだろう。クリスマスは今日一日だけ。ちょっとトナカイを揃える暇はない。残念だがその通りだな。でもサンタ服の当てはあるのか？実は情報を手に入れた。今日はクリスマスフェアがある。クリスマスフェア？ああ、つまりサンタのイベントか。うん、そこへ行けば誰でもサンタになれるみたい。なるほど、仮装パーティーみたいなものか。よし、それじゃ行ってみようか。アサミ、そのクリスマスマンってのは美味しいのか？うん、美味しい。聖十郎も食べて。ありがとう。おお、これはなかなか。クリスマスもサンタクロースも初めて。でもすっごく楽しい。サンタの格好して買い食いしてるだけだけどな。問題ない。司会の人が言ってた。サンタの格好で銀座を歩いてください。それだけで幸せをプレゼントできますって。聖十郎はどう？アザミサンタが隣にいて幸せ？ああ、もちろん幸せさ。だってクリスマスマン美味しかったし、ああもう一口欲しいな。ダメ、もうあげない。え、なんで？まだいっぱいあるじゃないか。聖十郎にはクリスマスの全部を楽しんでほしいから。クリスマスマンだけじゃなく、アザミと一緒にいっぱい楽しもう。その通りだな。よし、二人でクリスマスを思いっきり楽しもう。うん、サンタになって買って食べて、そ
そして隣には清十郎がいる。今日はすごくいい日。アザミ、とっても幸せ。ああ、そうだな。本当にとてもいい日だ。サンタ、たくさんいた。アザミは超満足。清十郎、今日はありがとう。すっごく楽しかった。明日はいよいよクリスマス公演。アザミ、超頑張るから。
ラリス、ごめん待たせたね。いえ大丈夫です。待つことも結構楽しいものです。待つのが楽しいってそんなことあるのかな。それで今日はどうしようか。私水族館に行きたいです。今開催されているイベントに参加したくて。水族館でのイベントか。よし行ってみよう。それうわクラリス、止めさせてくれ。神山さん、しっかり届けてくださいね。かわいい魔法使いサンタさんの命令でイルカさんたちがプレゼントを運びます。見事空中のリングにプレゼントを通すことができるでしょうか。まさかこんなイベントだなんて。神山さんもイルカさんも素敵ですよ。頑張ってください。頑張れ。そこよ。やるしかないか。男神山、必ずプレゼントを届けてみせる。えい、今だ。大ジャンプ。ここだ。ここで決めるんだ。派手に決めてやる。神山流奥義、超贈呈劇。すごいジャンプ。神山さんが流星のように。おっと、神山さんがリングに入っちゃいました。プレゼントはプールに落ちる。大失敗です。神山さん、リングに入れるのはプレゼントですよ。ちょっと調子に乗りすぎたな。神山さん、クラリスさんの2名が見事に楽しいショーを見せてくれました。ショーを手伝ってくれたこちらの素敵なカップルに盛大な拍手を。どうしたんだい。いえ、ちょっと思い出しちゃって。イルカに乗った神山さん、面白かったです。かっこ悪いところ見せちゃったな。そんなことないです。とても楽しかったですよ。あと、私たち素敵なカップルって言われてましたね。二人でいるとやっぱりそう見えるんでしょうか。カップルか。そう見られると嬉しいな。どうしてですか。クラリスみたいな可愛い子と恋人同士だと思われるなんて光栄だからね。ちょっと釣り合わない感じがすごいけど。そんなことないですよ。え、なんだって。なんでもありません。ありがとうございます。神山さん、今日はとっても楽しかったです。よかったら今度また一緒にお出かけしてくださいね。あとは明日のクリスマス公演ですね。頑張りましょう神山さん。そう、ごめん待たせたか。いや、大して待ってねえよ。でも早く行こうぜ。やっぱ他の人に見られるとなんていうか恥ずかしいし。でも今日はどこに行くんだ。何も考えてないんだけど。ああ、それなら決まってる。あたしん家に行くぜ。え、
この家って。おいさおいさ、メリークリスマス。おいさおいさ、メリークリスマス。篠宮神社クリスマス祭りか。まあこんなことだろうとは思ってたよ。ほら神山、声が小さいぞ。おお、おいさおいさ、それおいさおいさ、メリークリスマス。初音ちゃん、今日はすっげえ気合い入ってんな。兄ちゃんを意識してるんじゃねえかい。そうですかね。初穂はいつもあんな感じですよ。もっともっと盛り上がっていくぜ。よし神山、大声で気合い入れてくれ。気合い、よし。メリークリスマス。この祭りみんなで楽しもう。いい叫びじゃねえか神山。みんな神山に負けるんじゃねえぞ。よっしゃ、篠宮神社の祭りは日本一だ。寒さなんてぶっ飛ばして盛り上がろうぜ。おいさなんだかんだで盛り上がったかな。よっしゃ、今日はもう止まらねえぞ。みんな気合い入れろよ。おお、いやー最高の祭りだったぜ。神山がいてくれたおかげで盛り上がったよ。ありがとな。俺も楽しかったよ。みこしを担いだのなんて初めてだ。その割には結構様になってたぜ。神山には祭りの才能があるかもしれねえなありがとう。そういう初穂は。可愛いサンタさんだったよ。神社の祭りなのにな。他の祭りのいいところは取り入れる。これ篠宮神社の掟里の掟みたいだな。でもいいことだよ。やっぱ祭りは何より楽しくなくちゃな。伝統だなんだばっかじゃ堅苦しくていけねえよ。そうだな、いい祭りだったよ本当に。そう言ってくれると嬉しいぜ。来年もまた一緒にやれるといいな。まあいい息抜きになったぜ。今日はありがとな神山。さて明日はいよいよクリスマス公演だ。気合い入れて頑張るぜ。ごめんアナスタシア、待たせちゃったかな。気にしないで、待ち合わせにはまだ早いし、私が早く来てしまっただけだから。ところで
ここで待ち合わせということはやっぱり。ええ、伝統芸能歌舞伎よ。それに今日は特別公演をするっていうから。ええ、それは楽しみだな。それじゃ行きましょうか。さあ、それでは白虎に導かれた幸運なお二人、舞台へどうぞ。ついてるわね。さあ行くわよ、キャプテン。え、本当に舞台に上がるのか。白虎様からのせっかくのご招待よ。楽しまないと損じゃない。それもそうだな。こうなったら楽しむとするか。それでは聖夜に輝く白虎の星に二人で願いを込めてください。願いか。終わりましたか。それではお二人で聖なる木に星を飾りつけてください。こうしてるとまるで結婚式のようね。結婚式？そんな風に見えるかな。落ち着いて、これはただの舞台よ。ところでキャプテンは星にどんなお願いをしたの？俺は、もちろんクリスマス公演の成功と歌劇団大戦での優勝だよ。やっぱりそうよね。今祈ることといえばそれだわ。私は決勝戦には出られない。祈るしかないんですもの。アナスタシア、この国の伝統芸能は素晴らしいわ。何度見ても飽きない。本当に幸せな時間だったわ。ありがとう、キャプテン。楽しかったわね。二人で舞台に立つのも悪くないわ。舞台に上がった時の結婚式みたいって言葉には驚いたよ。ごめんなさい。結婚式ってちょっと憧れるのよね。そうなのか。ちょっと意外だな。新しく家族になる儀式よ。神聖で素敵だと思わない？なるほど。誰と結婚するんだ？とりあえず俺に紹介しろ。バカね、そんな相手いないわ。それに私にはそんな資格もないのよ。アナスタシア。何でもないわ。さあ行きましょう。本当にありがとう。今日の思い出は私の宝物よ。明日はついにクリスマス公演ね。頑張りましょう、キャプテン。桜との待ち合わせはここだったよな。清十郎さん、お待たせしました。いや、俺も今来たところだよ。そんなに走らなくてもよかったのに。いえ、その準備に時間がかかっちゃいまして。じゃあまずはのんびり歩こうか。そうですね、ありがとうございます。それで今日はどこに買い物しに行くんだ？はい、デパートに行こうかと思います。清十郎さん、清十郎さん。
はどうですか？ああ、とてもいいと思うよ。で、そろそろ終わりにしてもいいんじゃないかと思うんだけど。何言ってるんですか？まだまだこれからですよ。まいった。女の子の服選びってすごく長いんだな。うわー、お買い物なんて久しぶり。清十郎さんも一緒だし本当に楽しいです。それは良かった。そうだな。ワンピースか。うん、よく似合ってる。素敵だよ。本当ですか？嬉しいです。普段もこういう服を着たらいいんじゃないの？そうですね。でも昔から和服でしたし。それに、なるほど、新宮寺さんか。はい。あとこういう服は特別な日に着るから素敵に見えるんだと思います。確かにその通りだね。じゃあ今日はたくさん違う桜を見せてもらおうかな。はい。じゃあ次はこれです。結局一着も買わなくてよかったのかい？はい、試着するだけでも楽しかったですし、それにやっぱり和服が一番です。確かにな。そのいつも可愛いよ、桜は。ありがとうございます。清十郎さん、今日はありがとうございました。二人で銀座を歩いてお買い物しておしゃべりして、私とってもウキウキしてました。清十郎さんとのデート、とても幸せでした。俺もだよ、さくら。俺も幸せな時間だった。本当ですか？よかった。それで、あの、清十郎さん？なんだい？今日は、その、つまりデートしたわけなんですけど、私たちってどんな風に見えてたんでしょうね。それはやっぱり、恋人同士じゃないかな。クリスマスだしね。そうですよね。クリスマスに楽しそうに街を歩く二人、恋人同士ですかね、やっぱり。せっかくだし腕でも組んで歩いてみるかい？え、急にそんなこと言われても、心の準備が。冗談だよ、からかってごめんな、さくら。え、冗談ですか。まあそうですよね。次の機会に期待してます。またデートしましょうね。楽しいですね。清十郎さん、今日はありがとうございました。清十郎さん、明日のクリスマス成功させましょうね。明日のクリスマス公演、絶対に成功させましょうね。
したいわ。神山のくせに生意気。さあかかってこい。ちょっと不安。まずいんじゃない？
く止めないとまずいんじゃない？はい。まずいんじゃない？はい。いいんじゃない？あ！次は負けないから！
顔やね。ちょっと不安。まずいんじゃない？あ、そんなことさせないよ。あ、はい。
やっぱりまだ眠れないな。彼女は今どうしてるかな。誰か来たのか。さくら。なんだか会いたくなっちゃって。俺もだよ。俺もさくらに会いたいって思ってた。そうなんですか。私たち通じ合ってますね。それじゃあ、だから清十郎さん、もしよかったら今から付き合ってもらえませんか。行きたいところがあるんです。いいよ、行こうか。はい、ありがとうございます。この観覧車もう動いてたのか。そういえば乗ったことなかったな。私もです。なかなか機会がなくて。でも乗るなら今日かなって。だって今日は特別な日だから。確かにそうだな。じゃあ一緒に乗ろうか。せいか、かなり高いぞ。どこまでもデートの全部が見えます。これがデート、私たちの守る街。あ、清十郎さん見てください。だんだんと街の明かりがついていきますよ。私、街の明かりってすごいと思うんです。あの明かりの下で人々が暮らしている。まるであの明かりが命そのものみたい。この光が消えないように俺たちの力で守っていかないとな。はい、この光を守る、それが私の誇りですから。桜なんて凛々しく綺麗なんだ。セリフ探すの。さくら。清十郎さん。こうして二人で夜景を見ていると子供の頃を思い出すな。朝から晩までいつも一緒でしたね。真っ暗になるまで遊んで、お父さんに怒られて。まあ、俺にとってはいつまでも色褪せない思い出だ。私もですよ。あの日々は私の宝物です。さくらも同じ気持ちでいてくれてなんだか嬉しいな。ああ、いいけど。清十郎さんは私のことどう思ってくれてますか。どうって、さくらのことは一番大切だと思ってるよ。それって誰よりもってことですよね。ああ、そういうことになるかな。そうだ、俺にとってさくらは一番大切な人だ。かけがえのない絶対に守りたい人だ。私にとって
十郎さんは誰よりも清十郎さん、私は清十郎さんのこと、え、さくら、清十郎さん、俺はうわっ、謝らなくてもいいよ。それじゃあ降りようか。はい。ちょっと残念だったかな。だけど今は。この日を待ちくたびれたぜ。霊撃が燃えた時はどうなることかと思ったけどな。こうしてまた舞台を見られるなんて夢みてえだぜ。ほんとしぶとい連中だぜ、帝国歌劇団はよ。俺たちも見習わねえとな。帝劇頑張れよ。すごい大盛況だ。帝都のみんなが電撃の花組の復活を待ち望み喜んでくれている。なんて嬉しいんだ。こんなにも勇気づけられてありがとう。みんな本当にありがとう。外の様子は、お客さんいるか。喜べみんな、超満員だ。よかった。みんな楽しんでくれたら嬉しい。最後の公演ですね、アナスタシアさん。そうね、精一杯やりましょう。アナスタシアが教えてくれたもの全部出し切る。私も全力で行くわ。よし、じゃ景気づけ行くぜ。今夜は花組の舞台復活の日だ。帝都に響かせろ。私たちの心の鐘は花組ファイト。ねえキャプテン、あなたは奇跡を信じる？奇跡？そうだな。奇跡を生むのは努力の力だ。何もせずに奇跡は起こらないさ。今回の公演だってそうだ。みんなの頑張りが奇跡を呼ぶんだと思う。キャプテンらしい答えね。でも努力しても奇跡が起きないことはあるわ。そう、星の導きは誰にも変えられない。アナスタシア、それじゃあ行ってくるわ。
私の最後の舞台ちゃんと見ていてね。ああもちろんだ、しっかり見ているよ。今日は全てが輝く特別な日。今日は誰もが希望を胸に灯す日。二人の愛が溢れ出す日。今宵この暖かい星の輝きの下で忘れられない奇跡が起こります。あの鐘の音と共に。今この場に幸せな思いが満ちているのがわかる。本当に素晴らしい舞台だ。見ているお客さんもきっと同じ気持ちだろう。劇場が壊され、さくらも気持ちを崩し、クリスマス公演は絶望的に思えた。だけどみんなが心を一つにして諦めず努力した。そうして掴んだ、まさに奇跡の舞台だ。戦うだけが花組じゃない。愛とか幸せとか、そういう本当に大切なことを舞台を通じて伝えていくことができるんだ。俺は帝国歌劇団花組の隊長であることを誇りに思う。みんな本当にありがとう。クリスマス公演大成功おめでとう。乾杯。乾杯。天宮さん、あざみさん、クラリスさん、初穂さん、そしてアナスタシアさん、みんなお疲れ様。本当に素晴らしい夢のような舞台でしたわ。お客様に代わって、そしてかつての帝国歌劇団の一員として心からありがとう。もう一度帝都に奇跡の鐘が鳴る日が来るなんて胸が熱くなりましたわ。礼を言うのはこっちだぜ。この舞台を演じることで花組がなぜ舞台をやるのか少し分かった気がします。私たちは昔の花組の強さだけを目指せばいいわけじゃない。帝都を幸せな思いで満たすことも受け継いでいかないとダメなんだって。どうでしたか？私たち少しはスミレさんたちのように慣れてましたか？
でしたわよ。まあアナスタシアが泣いてたぐらいだからな。いい思いが伝えられたんじゃねえか。そんなことないわ、見間違いよ。まあそういうことにしておきますか。何を、本当に泣いてなんかないんだから。アナスタシアさん、これで本当にお別れなんですね。サクラ、私たちの大切な先生、本当にありがとうございました。ありがとうございました。やめてよ、私はそんな。俺からもお礼を言わせてくれ。今までありがとうアナスタシア。明日のベルリン戦、君に参加してもらえないのは残念だけど、俺たちはきっと勝ってみせる。それが君への恩返しだ、キャプテン。締めっぽいのはこれぐらいにしておこうぜ。明日はいよいよベルリンとの決勝戦。英気を養うために食べて笑って楽しんで、それからゆっくり眠ろう。ごめんなさい、少し席を外すわ。ん？ああ、わかった。クリスマス公演も無事に終わったことだし、風呂にでも入ってゆっくりするかな。しかし本当に素晴らしい舞台だった。目を閉じればあの感動が蘇ってくるようだ。忘れられない一日だな。みんなありがとう。ん？今日の公演最高だった。あんなに気持ちいい舞台初めて。私もだぜ。練習の成果を出し切れてすげえ充実感がある。今回の公演は一日限り、これで終わり。なんだかちょっと寂しいですね。まずい、さくらたちだ。このままではいろいろな意味で忘れられない日になってしまう。どうすれば。そうだ、劇蔵君に返信してやり過ごそう。気づいたなら一声かけてくれよ。そうですよ、そうしたらその見てしまうこともなかったんですから。そのすまない、ただあの時は混乱してしまって。もういいですから、今度からは注意してくださいね。私たちもその気をつけますので。とにかく今回は反省してチャラにしようぜ。
そんで、その、お互い忘れようぜ。な。に。うわ！なんだ、アザミか。びっくりしたじゃないか。清十郎、ちょっといい？ん？どうしたんだ？アナスタシアが席を外す前、窓の外が光った。そうなのか？気がつかなかったけど。でも、それがどうかしたのか？その光を見て、アナスタシアは外に出て行った。一体、何しに？誰かに会いに行ったとか。誰に？それはわからないけど、でもテートにも友達ぐらいいるだろう。遠くから光で照らして合図。そんな友達普通じゃない。それはそうだな。確かにちょっと妙だ。それに最近のアナスタシア、ちょっと様子がおかしかったように見えたから。そうか、そうだな。ありがとうアザミ、教えてくれて。まあ気にしすぎだとは思うけど、アナスタシアに何をしてたか聞いてみるよ。わかった。じゃあ、あとは清十郎に任せる。お帰り、アナスタシア。どこに行ってたんだ？ええ、ちょっと電話をね。電話？悪いけど、キャプテン、今日は疲れたわ。部屋に戻って休ませてもらうわね。それじゃあ、おやすみなさい。ああ、おやすみ、アナスタシア。アナスタシアちゃん、どうした？何か用か？なんだ？レイジがアナスタシアに撃たれた。レイジは無事なのか？腹部銃弾貫通、現在は意識不明です。小町が治療しています。そうか、分かった。アナスタシアはどうした？無限にて無断出撃しました。5分前のことです。あの清十郎さん、実はアナスタシアさんが私の刀を持っていったみたいなんです。サクラの刀？はい、部屋にあったはずの刀がなくなってて。柴さんも証言しています。アナスタシアさんが刀を持っていたと。どういうことだ？詳細は分かりませんが、アナスタシアさんが裏切ったのは間違いありません。裏切ったなんて言うな！アナスタシアに繋いでくれ。はい、通信繋がります。アナスタシア、神山だ。アナスタシア、止まってくれ。一体何があった？
聞こえているんだろう。どうしてだ、どうしてこんなことをする。答えてくれアナスタシア。さよなら。通信切れました。くそ、みんな出撃だ。アナスタシアを追うぞ。しかし神山さん、過激団体戦の決勝戦がもうすぐ始まります。アナスタシアを放っておけない。きっと何か訳があるんだ。決勝戦に出られなければ不戦敗です。帝国歌劇団がなくなってもいいのですか。よし、俺に明暗がある。舞台を二つに分けるんだ。里の掟五条、二頭追うもの一頭も得ず。アザミの言う通りです、清十郎さん。そうだよな、アナスタシアを捕まえるのは二人じゃ難しいだろうし。歌劇団対戦も二人で出場するなんて無理です。そうか、そうだな。よし、アナスタシア追いかけよう。わかりました。アナスタシアさんを連れ戻してすぐに決勝戦に向かう作戦を取りましょう。間に合う可能性は低いですが、不可能ではないはずです。分かった。なんとかやってみるさ。あと、裏切っただなんて言ってすみませんでした。アナスタシアさんを絶対に連れ戻してください。ああ、必ず一緒に帰ってくるよ。ついにこの時が来ました。世界が待ち望んだ頂点の舞台、世界歌劇団対戦決勝戦です。競技場も満員となっております。ご覧の通り、ベルリン歌劇団は到着し、開始の時間を身代に一つせず待ち構えております。その身につける仮面は絶対的勝利を誓うためのものでしょうか。いつもよりも王者の風格が、覇者の闘気が溢れているように見えます。対して帝国歌劇団は未だ現れません。ベルリン歌劇団のこの迫力に、ある意味恐怖のような佇まいに恐れをなしてしまったのでしょうか。逃げてしまったのでしょうか。観客も私も帝国歌劇団の到着を今か今かと待ちわびております。帝国歌劇団、出撃せよ。私を追ってきたの。決勝戦に出なければ帝国歌劇団は取り潰し、それは分かってるでしょ。今ならまだ間に合うわ。早く戻りなさい。決勝戦のこともあるが、今君の方が大切だ。君は俺たちの仲間で、俺たちは花組という家族だ。だから俺は君を必ず連れ戻してみせる。無理よ、戻るつもりはないわ。どうしてなんだアナスタシア、なぜこんなことをする。私の任務は帝国歌劇団に潜入し、
あなた方の情報を探り出すこと、そしてその弱点を依頼主に伝えることよ。それって。そうよ、私は敵のスパイなの。驚いた？でもこれが本当の私。スパイって、なんでだよ。最初から私たちを騙してたのかよ。そうよ、あなたたちは人を信じすぎるから騙すのは簡単だったわ。どうしてそんなことを。私たち信じていたんですよ。私はこの生き方しか知らないわ。それにこれ以外にどうしようもない。私は私の信念で今を生きているのよ。アナスタシア。俺は信じない。信じないぞアナスタシア。事実を否定しても運命は変わらないわ。私は私の目的を果たす。どれだけ人が抗おうと、星の導きには逆らえない。導かれるままに輝くしかないのよ。それはどういう。これは無限空間。聖獣郎さん、まさかアナスタシア。思いを届けて。オーブ。俺は信じる。帝国カリキュラン参上。分かっとるとは思うけど、魔限空間を作り出せるのは上級コーマだけや。あ、もしかしたらや、アナスタシアさんは。全員慎重に行動せよ。この奥にアナスタシアさんがいるんでしょうか。おそらく。はい。はい。よ。じゃあ。はい。は。あ。よ。じゃあ。はい。行きます。聖獣郎さん、閉じ込められました。これもアナスタシアさんの仕業。どうして。コーマの反応がある。備えて。よし。私たちの邪魔をしないで。コーマを撃破せよ。急いで片付けるぞ。やあ。そこ。
むぞ。アナスタシアを見つけるんだ。攻撃は？アナスタシアさん！アナスタシア、本気でやり合おうってのかよ。アナスタシアさん、教えてください。あの言葉は全部嘘だったんですか？一番弟子だと言ってくれた、いい公演だったと言ってくれた、あれも全部嘘だったんですか？そう、全部嘘よ。現実を見なさい、サクラ。私はあなたたちの敵よ。任せてください。やっ、アナスタシアさん、やめてください。やっ、さあ、やっ、私を追ってきても無駄よ。アナスタシアさん、どうして私をあんなにも一生懸命支えてくれたのに。訳を話してくれ、アナスタシア。行きます。よっ、遅い。はい、二人の心を合わせるんだ。行くぞ。転校生を紹介する。あなた、君はあの時のおてんば娘。運命の出会い。限界突破。それだ、今は目の前の敵に集中しろ。決める。青き空をかける天の衝撃、天千本桜。行くぞ。行きます。遅い。さあ、一体全体何だってんだよ。先へ進むぞ。待ってください。さくら、聖十郎さん、私たちアナスタシアさんを見つけて、それからどうするんですか？アナスタシアさんを探して戦
う？アナスタシアさんを倒すの？わからねえが、この状況、そうなる可能性は高いかもな。アナスタシアさんは本気で私たちを攻撃してる。でもアナスタシアさんを倒すなんて、私やっぱり嫌だよ。とにかくアナスタシアを見つけるのが先だ。行くぞ。清十郎さん、ちょっと待ち気がしませんよっ。やあ、行きます。遅い。はい、行きます。ああ、追ってこないで。これ以上は手加減できなくなるわ。神山さん、その先の区域に多数のコーマ反応があります。アナスタシアさんの罠ってこと？上等だよ。この程度で止められねえってことを教えてやる。行きましょう。そして本当のことを教えてもらうんです。よっ、行きます。慎重に。はい、行きます。そこ、はい、行くぞ。アナスタシア！しつこいわね。最後の警告よ。これ以上は命の保証はないわ。引き返しなさい。それは聞けないな。俺たちは必ず君を連れ戻す。バカな男。アナスタシア、もういいだろう。訳を話してくれ。まだそんなこと、いい加減にして。霊力反応極大、何かいます。気をつけてください。手間取っているの？アイスドール、あなたの望みを叶えてやれるのは私たちだけ。それを忘れないで。はい。貴様、アナスタシアに何をした？私は何もしていませんよ。全てはこの子の選択。あなたたちを裏切り、あなたたちを殺すのも全てこの子が望み選んだ運命です。まずはコーマを撃破するぞ。そしてアナスタシアを探すんだ。クソ、やりづらくてしょうがないぜ。そこ、はい、せっ、
殲滅しました。アナスタシア、反応を見つけました。ただ先ほどの夜叉の機体反応もそこに。分かった。気をつけろよ神山。あの夜叉の機体、すげえ禍々しい気を感じた。恐ろしい力です。まるで闇を塗り固めたような。行くぞ。よっ、アナスタシアがこの先にいる。そしてヤシャも厳しい戦いになるだろう。気を引き締めていくぞ。はい、絶対にアナスタシアさんを取り戻しましょう。アナスタシア、そいつから離れろ。そいつは君を利用しているだけだ。だから何？私もあなたたちを利用したわ。私の望みを叶えるためにね。アナスタシア、もう引き返せない。私はあなたたちを倒す。惹かれ合う者たちが殺し合う最高の舞台です。お前は一体何者だ。いい加減正体を見せろ。その仮面を取れ。我が名はヤッシャ。それ以外の名などありません。なんて元気。やっぱりあなたは。ゆっくり考えてる暇はねえぞ。ヤッシャが来るぜ。アナスタシアさんも攻撃してきます。聖十郎、指示を。全員ヤシャを狙え。ヤシャを倒しアナスタシアを救い出す。了解だ。絶対にアナスタシアさんを助けましょう。ヤシャは強敵でも負けない。聖十郎さん、やりましょう。ヤシャが相手だけど大丈夫か。ヤシャがもし神宮寺さんだとしても決める。青き空をかける天の衝撃。いい顔してるじゃねえか。それアナスタシアさん。サクラ、本気で来なさい。死ぬわよ。私は死にません。行くぞ。闇を取り竜王無人。アナスタシアさん、あなたは嘘をついています。全て真実よ。私はあなたの仲間なんかじゃない。私は信じません。あなたは自分の心に嘘をついてる。ヤシャ、アナスタシアさんに何をしたんです。あの公演、あの喜びは絶対に嘘じゃなかった。心を一つにできた、あれが嘘だなんて私
信じられません。あの涙は絶対に嘘じゃないです。嘘であんなに綺麗な涙が流せるわけがないんだ。うるさい、うるさい、黙れ。よっしゃ、アナスタシアさん。黙れ、もう黙れ。私の心を乱すな、邪魔をするな。私はあなたたちを裏切る、舞台を裏切る、家族に会うためにそうするしかないのよ。この程度で、これで、見切れるか。行きます。見切れるか。やりなさい。これはどうしたんだ。無限が動かない。あなたたちの量子水晶は我が剣で闇に落ちました。動けないでしょう。そこでおとなしく見ていなさい。ヤシャ様、ご苦労でしたね、アイスドール。さあ、それを渡しなさい。待ちなさい。愚かね。量子戦闘機も武器もない、それでも私と戦うつもりですか。ヤシャ、お前の目的は何だ。アナスタシアを利用して何を企む。私の目的、それはこれを手に入れることです。私の刀。これこそ私たちが探し求めてきた神器。帝都を斬る元都を呼ぶ剣、すなわち帝剣。帝剣、すみれさんが言っていた。これさえ手に入れば、もはや全ての目的はなったも同然。アイスドール、あなたの働き見事でしたよ。それでは、あなたの願いを叶えた。愛する家族に会いに行きなさい。アナスタシアさん。よっしゃ、貴様騙してたのね、ずっと。騙す？ちゃんと家族全員蘇らせますよ。私たちの傀儡としてね。やらせるか。これさえ手に入ればそいつは用済みです。好きにするがいいわ。家族のところに行けず残念でしたね。キャプチェン、みんな、アナスタシア、喋るな、傷が。ごめんね。アナスタシア、死ぬな、アナスタシア。ご観覧の皆様に残念なお知らせをしなければなりません。決勝戦でベルリン歌劇団に挑むはずの帝国歌劇団は時間までに到着しませんでした。報告では本拠地である大帝国劇場ももぬけの殻。これはおじけづいて逃げたとしか考えられません。あるまじき事態、
過激団の恥です。ですが結果は結果、帝国過激団の危険により優勝はベルリン過激団と決まりました。ここに全世界の過激団を解散し、ベルリン過激団を中心とした新たな過激団、ウルフ過激団の設立を宣言すると。建前はここまでかな。過激団対戦、面白い茶番だったよ。仁義帝権は我が手にあり、今こそ帝都が滅ぶ時だ。今ここに幾千の煮えとなる魂と封印を解く鍵が揃った。イデイオ、ゲントよ。桜にロマンの嵐、必ず全員で生きて帰るのよ。